2020年東京オリンピックに向けて選手や指導者らが話し合うアスリート委員会が開かれ、若手アスリートの社会貢献を促す取り組みなどを始めることが決まりました。それぞれの持ち場で、最大限の力を発揮していただき、かつスピード感をですね、持って、対処していただきたいというふうに、思っております。このプロジェクトの対象は高校生や大学生の年代を中心とした若い選手です。自分たちの競技に取り組むだけではなく、被災地の復興支援や大会運営への参加、スポーツ指導など幅広い体験の場を提供し、その経験を生かすことで2020年大会の成功につなげようという取り組みです。今後、まずは国内の競技団体に選手を推薦してもらい、対象のアスリートを絞った上で、オリンピック組織委員会の室伏浩二スポーツディレクターをリーダーに、今年春からスタートさせるということです。